皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。ついにバックンボードをですね、ギターケースに入れる時がやってまいりました。ということでね、この RBX、エフェボーちゃんの場合ですね、2本入るんですよね。今やエレキが1本しかないですが2本入る、タイプでございます。ということでですね、このエフェボーのネームタグもついていたりしてですね、でこっちの、よいしょよいしょ、すごくね、しっかりしていいんですよ、これ。2本入れてもね、しっかり持って歩けるんで、これはね、本当に重宝してます。ね、で、こちら側にですね、ケーブルをですね、2本。結構いい重さなんで、全部。ついに来ました。ババーン、完成したこの、バックンボードによる、ね、このエフェクター、をですね、ここに、じゃじゃーん、入りますね。これ、これ。こんな感じですね。これだとちょっと上がね、これなんで、ちょっとこんな感じにしましょうか。よいしょ。こんな感じで。あ、入りますね、バッチリ。どうですか、無理なく入ってる感じがしませんか。どうでしょう、これで持っていけば。じゃじゃん。行ってきます。うん。バッチリ。どうですか。ね。これがここに入ったということでね。では行ってきます。